大事なことを伝えさせていただきたい。お金をもらって仕事をするのをやめて、要は仕事をしてお金をもらう、そんな業界にこの介護の業界変わっていくと嬉しいなと思ってね、朝5時半のっぽさん、少し話をさせていただきたいと思うんですけど、介護保険だとかもしくは、一般労働者サラリーマンの方々っていうのはお金をもらうことによって仕事をするっていうようなね、確約を得て仕事をするっていうふうな方々が多いんですけど、これからの時代は要は自分で仕事をして見つけてやって、でその対価としてお金をもらう、そういうふうな形がね確実に必要だと思われてる、であるんだったら、我々はシニアを中心としたマーケットの中もう中心にいますし、シニアをマーケットにすると我々はプロとして専門家として強く出せるわけじゃないですか。だったらその強みを生かしたその産業っていう風なものを新たにですね想像して、介護保険からの脱却、要はシニアマーケットをいかにして想像して日本を明るくね、世界のトップで走り抜けれるような、そんな国にねできるんじゃねえかなって私思ったりするんですよね。のっぽさんはとにかく今からこれをやっていくために、美と健康、まあ前からやってますけど、美と健康っていうのをテーマにして頑張っていきます。朝5時半です。バイバイ。